次はライトラインの話題なんですが、宇都宮市と芳賀町を結びます LRT ライトラインの利用者の数500万人に達成しました。当初の想定よりも3ヶ月以上も早いペースで、今日は記念のイベントが行われています。昨日累計の利用者が500万人を達成した LRT ライトライン、これを記念して今日夕方、宇都宮駅東口停留場では宇都宮市の老舗和菓子店マスキンのライトラインどら焼きや特製のうちわなどが先着500人に配られました。ライトライン500万人達成イベントやっております。はい、いつもありがとうございます。はい、どうぞ。いつもありがとうございます。いつも通学で、いやもういつも乗ってるんで、いやもうこっちも嬉しい気持ちです。結構利用してます。ベルモーラ魔法に行きます。今まで駅までの交通手段がなかったので、なんか通学も楽になって本当に嬉しいです。ライトラインの利用者は去年11月11日に100万人を達成し、今年7月2日には400万人を達成していました。500万人は去年8月26日の開業から384日目での達成となりました。運営する宇都宮ライトレールによりますと、当初の想定よりも3ヶ月以上早いペースでの到達だということです。500万人達成というところで、ね、ご乗車いただいた皆様に本当感謝、本当ありがとうございますという一言につきますので、これからもぜひどんどんご利用いただければと思います。関係者は要因としてお盆や夏休みと重なり、商業施設までの移動で利用する学生がいたり、花火大会や開業1周年イベントで多くの人が利用したことなどを挙げています。